6mmppc あるいは 6ppc とはセンターファイアライフルの実砲である。そのほとんどがベンチレスト射撃に使用される。これは300ヤードまでの距離においては最も精度の高い実砲の一つである。長さわずか1.23インチからという太めの形状と30から06の17度と比べるときつい30度というショルダー角の組み合わせによって精度が生まれる。 今日では1980年代からのレールガン射撃の試合においても比較的よく使用されている。この実砲は220ロシアンをベースとした 22ppc をネックアップしたものである。6mm 口径実砲の標準的な弾頭径は243インチであり、これは243ウィンチェスターや 6mm レミントンで、 使用されている弾頭と同じ小道である。最大限の精度を得るために弾頭重量と形状は重心のツイストレートに合うようにされている。通常は68グレーンの弾頭を1時13分のツイストレートで使用するが1時15分の重心では軽い58または60グレーンのものが適している。この実績用の多くのライフルが市販されてきており指示を集めている。 6ppc の親薬莢は220ロシアンであり、これは7 6 2 3 9ト、mm、ルから派生したものである。薬莢は購入することも220ロシアンの薬莢から作成することもできる。開発の初期においてはネックの完全に同心炎上の厚みが弾頭を重空に向けるのに有益であると精度に詳しい門屋が指摘した。この特徴は 当時の市販されている薬莢では見られなかった。ほとんどの 6ppc のチャンバーリーマーは、6ppc の精度に寄与する同心円状にフィットし、かつネック、薬質感の一貫したクリアランスを持つ実法を実現するため、薬莢のネックの一部除去を必要とするタイトネック用のものが選択される。6mm 実法の場合、サーミ仕様のネックの厚さは通常。 272インチだが 6ppc では262、268、269 26といったカスタムされたネックの大きさも一般的に見られこれらのカスタムされた薬室で使用するには危険なため現代では 6ppc の工場相談は通常は製造されていないこれを明確にするために一般的に工場で製造された銃と相談では cip サーミ仕様が定められた 6ppc u s a 実報と明記されている。注意すべきなのはネックを拡張すると220ロシアンの薬莢から作ったアンターンの薬莢のネックは大抵の場合 6ppc ライフルの薬質のネックよりも大きくなる。もしそうなったら下記の方法1を適用せずに方法2を参照する。手詰めの前に 自分の薬室の特性を理解することが重要である。このためには、ブローネルのセロセーフ、チェンバーキャスティングアロイ使用した薬室異形や、同等のものの利用すると良い。あるいは、製造業者による薬室の図やライフルの薬室を切る、際に使用したリーマーの図も利用できる。薬莢のプレパレーションの方法1、マンドレルを使用して、220ロシアンの、223インチのネックを、 243インチに拡張し、6mmppc 用のフルレングスサイジング台を使用してヘッドスペースを決める。次にケースをトリミングしたらリロードし、6mmppc 薬室のライフルで、この実法を使用してファイアフォーミングを行う。220ロシアン薬卿のショルダーは30度に、ケースの側面はまっすぐになり、これによって火薬の容量が増加する。 競技に使用する場合は、薬莢のネックの厚さを一定にするため、ネックターニングを行うので、完成した実法のネックは、薬室のネックよりも数千分の1インチ小さくなる。最近は、ラプア、ノルマ、サコが 6mmppc の薬莢を製造し始めている。薬莢のプレバレーションの方法に226シアンの薬莢を使用し、よく潤滑剤を塗って、 エキスパンダーボタンを取り除いた 6ppc のフルレングスサイズ台にかける。薬莢にスモールピストルのライカンを装着する。ブルーザイのような側年のピストル火薬をたっぷりと入れる。ブルーザイ以外の火薬も使用できるが、側年のピストル火薬を使用することが必須である。この場合は16グレーンのブルーザイ火薬を使用するとうまくいく。溶かしたパラフィンを瓶の蓋に入れ、 硬くなったら蓋をひっくり返し火薬を入れた薬莢のネックに押し付けてると薬莢内の火薬を密封し発射された時に非常に適度な抵抗を発生させる風ができる。これにインペリアルサイジングダイワックスあるいは他の質の高いケースサイジング用の潤滑剤をたっぷりと塗る。そしてこれをライフルに装填して撃ち薬莢のファイアフォーミングを行う強烈な重厚爆風が発生するだろう。 残りの薬莢についても同様に行うが、重心を加熱しすぎないようにする。もし重心を手で持てないようであったら、加熱しすぎなので、作業の速度を落とす。ファイアフォーミングが終了したらライフルの薬室の潤滑剤をよく取り除き掃除する。ネックの潤滑剤と火薬のカスを取り除き、旧チップやインペリアルワックスをネックの内側に塗布する。 薬莢に 6mm のネックエクスパンダーをに通す。するとこれはわずかにオーバーサイズとなる。ネックの内側と外側の面取りする。ネックターニングを行い、必要最低限でも完成相談に対して、薬室内で合わせて0.001のクリアランスを確保するようにする。タニーの作業をしていることを忘れてはならない。もし計算してみれば、温度が20度化し変化すると、 ネックターナーの寸法がどのくらい変化するかに非常に驚くであろう。新しい薬莢に交換するたびにネックターナーに潤滑剤を塗布しておく。繰り返すが、この場合でもインペリアルが最適な選択肢である。ネックターニングの際は薬莢のショルダーに向けてネックターナーを少しずつ動かすことが重要である。さもなければ発射した後にネックと残りの部分の接合部で 恐ろしいドーナツが発生し、弾頭が装着しにくくなる。インペリアルワックスをもう一度塗布し、エキスパンダーボタン付きの 6PPCO を振るレングスサイズ台で成形する。ライカンを外し、プライマーポケットを掃除し、ケース用潤滑剤を除去すれば、真にロード可能な薬莢が出来上がる。競技で使われる他の実法と同じように、正確な手詰め、 良いライフルオークの練習によって、200ヤードでの5発あるいは10発の、センター2センターが0.200インという、非常に小さなグルーピングを実現するも可能である。他の競技用相談と同じようにいくつもの、派生存在し、p p c 系統の実砲は、多くの実砲の基礎となった。本来の22口径と6ト、mm、ル口径では、火薬の容量を減らすためボギを短くしたり、 火薬の容量を増やすためにボディを長くした改良版が数多く存在する。1985年、アイスランドのバージャー・リューナー・セムンドさんは308口径の弾頭を打てるように標準的な 6ppc をネックアップし 30ppc を設計した。その当時の弾頭はバーガーの125クレーンであったがこれは重すぎると判明し、 より軽い105から115グレーンの弾頭が必要とされる。ベンチレスト射撃とバーミント4スコア射撃において、この光景の組み合わせは非常に精度が高いとされている。1998年、アーアン・ブレナンは光景と実報の薬莢の理論的研究を行い、PPC 系列を拡張し AR-15、ライフル用の 6.5PPC を作成した。 時が経つにつれて 6.5ppc には 22ppc や 6ppc で行われてきたような改良版薬莢が誕生することとなった。アレクサンドル・アームス・ LLC は 6.5mm、グレンデルと称した改良版 6.5ppc を市場に売り出した。 他には c o m p e t i t i o n s h o, o t i n g c o m が販売する 6.5mm CSS や、アーンブレナンが開発した 6.5mm の100から108グレーン弾頭に、最適な 6.5mm PPCX、ジム・ボードンとドクター・ルイス・パルミサノが開発した81から88グレーンのフラットベース弾頭に、 最適な 6.5mmBPC などがある。これらの 6.5BPC 改良版実法の薬莢はラブアト・ホーナディから作られている。2007年マーク・ウォーカーは30口径の110から118グレーンフラットベース弾頭に最適な改良 BPC の30口径版である30ウォーカーを作成した。30ウォーカーは ベンチレストのスコア射撃用に作成され、30BR の性能に迫る優秀な結果を残している。2010年でベールカスタムはアレクサンドル・アームスが2011年に商標を公開するまで商標登録しており許諾契約が必要であった6.5グレンデルの取り扱いを停止し、グレンデルのようなサーミ仕様ではないワイルドキャットとして、 264LBCAR のリリースを発表したが、この工場相談は、グレンデルとほとんど同じくらいの普及度に止まっている。LBC には、標準的な仕様のグレンデルよりもさらに浅い、LBC のエキストラクターの爪から0.01インチ削ったボルトフェースがあるが、LBC のボルトは 7.6239mmAR15。 M4 のボルト及び重心と互換性がある。LBC のボルト及び重心はどちらもサーミ仕様のグレンデルのボルト及び重心と互換性があり、小売りでは 264LBC をタイプ1グレンデルとして、グレンデルによって商標登録されたオリジナルをタイプ2グレンデルと呼んでおり、これはサーミ仕様だが火薬の容量が多く、全長が長く、 サーミ仕様のボルトと互換性があり、通常は複数角のスロートではなく0.300インチのスロートである。264LBCAR の薬質は 6.5CSS のように0.295インチのネックで設計されているが、サーミ仕様のグレンデルのような複数角のスロートではなく6 5 p p c x のような一度のスロート設計である。ありがとうございます。